にちは、千葉です。こちらの動画では、Excel のピボットテーブル機能の使い方について、今までピボットテーブルを使ったことがない、もしくは他人が作ったピボットテーブルを更新したことしかない、そんな初心者の方にもまた分かる形で解説していきます。ピボットテーブルというのは、Excel で関数や数式を使わなくても、マウス操作だけで簡単にデータを様々な切り口で瞬時に集計することができる非常に便利な機能です。Excel でデータを集計するときにピボットテーブルを使うのと使わないのとでは仕事のスピードが全然違ってきます。今までピボットテーブルを使ったことがないっていう人はぜひこの動画を最後まで見てもらって明日からでも仕事でピボットテーブルを使っていただきたいと思います。これから解説に入っていきますけれども、もし内容を聞き逃したとかもっとゆっくり見たいといった場合は飼育場を戻したり一時停止しながら見てください。動画の概要欄に大まかな解説内容とその解説している時間を書いていますので、ピンポイントでその解説が見たい場合には、目次の時間をクリックするとその部分にジャンプできます。では早速始めていきます。はい、では早速始めていきます。ピボットテーブルの元データとして、この販売データというテーブルデータを用意しました。はい、全部で1万行のデータがありますね。ではこのデータをもとにピボットテーブルを早速作成していきます。ピボットテーブルを作る方法は、いくつか方法あるんですけども、このデータテーブルのどこかをクリックした状態、選択した状態で挿入タブのピボットテーブル、これをします。そうすると、もうこれだけでこの対象範囲、この販売データの全体の範囲ですね。これを対象にしてピボットテーブルを作りますかってこういう聞いてきます。で、どこに作るかっていうのは新規ワークシートか既存のワークシート、もうすでにあるワークシートのどこかのこの辺の場所とかですね、を選択して、ここに作るとかっていうことができます。今回はちょっと新規ワークシートを選んでみます。これで OK をします。はい。そうすると、こうやって新規ワークシートが新しくシート2で開いて、で、この中にピボットテーブルがこうやって作られます。これがピボットテーブルの元ですね。はい。で、一旦これちょっと削除しますね。はい。で、もう一つの方法なんですけれども、すでにあるこのシート、ここにピボットテーブルを作りたいっていう部分をクリックして選択し、で、ここで挿入、で、ピボットテーブル。そうすると、やっぱりピボットテーブルの作成のこのダイアログが開いてくるので、今度はこのテーブル範囲、この場所に、ピボットテーブルを作成したい元データ、この元データを、はい、こうやって全体をクリックします。選択していきます。で、この選択の方法なんですけれども、左上クリックして、で、シフトをしながら右下をクリックすると、左上から右下まで全体が選択されます。それか、このテーブルのどこかをクリックして、コントロール A を押すと、この表全体が選択されます。はい。これで、販売データですね。全体が選択されました。これで、一番最初にここにピボットテーブル作りますっていう場所はもう選択されているので、この状態で OK します。はい。そうすると先ほどと同じく、このピボットテーブルがここに作られました。ピボットテーブルが作られると、そのピボットテーブルの、どこかに、このマウスのカーソルを当てて選択クリックしてあげると、リボンにこのピボットテーブル分析っていうタブと、デザインっていうタブ、この2つのタブが現れます。ピボットテーブルじゃないところをクリックしても消えるんですけど、はい、ピボットテーブルをクリックすると出てきます。ピボットテーブルを作成したら、まずこのピボットテーブル分析のタブで、この一番左にピボットテーブル名というものを設定する場所があります。ここにピボットテーブルの名前を決めてあげましょう。今はピボットテーブル3っていう適当な名前が入ってるんですけども、これは例えば販売データが元データなので、販売データ集計っていう名前にしてあげます。で、ピボットテーブルを作りますと、このリボンのタブと一緒に、このサイドバー、ピボットテーブルのフィールドっていうサイドバーが現れます。これもピボットテーブル以外の部分を選択しても、もう出てこないです。消えてしまいますね。ピボットテーブルのどこかを
クリックして選択すると出てきます。もしこのピボットテーブルフィールドをこのバツマークで消してしまった場合、一旦消すと、このピボットテーブルの部分をクリックして選択しても出てこなくなっちゃうんですけども、その場合は、このピボットテーブル分析のタブの右側、このフィールドリスト、ここですね。これをクリックしてあげるとまた出てきます。こうやって。で、このサイドバーは、このサイドバーに置いとくだけでなくて、一応このドラッグすることで、こうやって好きな場所に配置することもできます。大きさを変えたりもできますね。はい。まあ、今回は右の方のサイドバーにくっつけておきます。このウィンドウを、この Excel のウィンドウの右端の方に持っていくと、またサイドバーに結合します。はい。で、このサイドバーなんですけれども、場合によってはですね、こうやって図形の書式設定とか、別の設定のサイドバーが開いているときに、これ、ピボットテーブルクリックしても、そっちの、この図形の書式設定とか、別のサイドバーが上に来て、もう出てこなくなっちゃうときあるんですね。そういった場合は、この右上に、この上の方がピボットテーブルのフィールド、で、下の方が図形の書式設定っていうふうに、このサイドバーを切り替えられますので、特に慌てずに、こっち上の方、ピボットテーブルのフィールドの方をクリックしてあげれば大丈夫です。はい。スケーバーいらないので削除しちゃいます。はい。で、こっちですね。で、ピボットテーブルのフィールド、この各ボックスなんですけれども、この配置は変更することができます。この歯車マーク、これをクリックするとどういうボックスの配置にしますかっていうのを選べるんですね。こういう感じだったり、まあ、こういう感じだったり、好きに選ぶことができるんですけども、今回のこの説明では、この一番上の、これ、この形で説明していきます。このピボットテーブルのフィールドって言ってるのは、ここの部分ですね。この日付、年度、視点とかいう、ここの部分をフィールドって言います。このフィールドっていうのは、ピボットテーブルの元データにした、今回だとこの販売データですね。この販売データの一番上、この1行目ですね。ここの部分の列の見出しに対応しています。これがイコールフィールド名になっています。ピボットテーブルを作るときに注意したいのは、ピボットテーブルのフィールドっていうのは、この対象の範囲の一番上の行、ここがフィールド名に対応するので、このフィールド名は必ず全部埋まってないといけません。空欄とかがあるとピボットテーブル作ることができません。試しにこの視点、この視点の見出し名をこれ削除して空欄にした状態でここにピボットテーブル作ってみます。挿入タブからピボットテーブルで範囲はちょっとここからここまでにしてみますね。はい。で、OK。すると、はい。こんな感じでエラーが出てきます。ピボットテーブル作れませんって言われます。こんな感じで、選択範囲の一番上の行に値がない、一つでも値がないセルがあった場合は、エラーになってピボットテーブル作れませんので、注意してください。はい。では、視点を戻します。では、ここからようやくピボットテーブルを実際に作っていきます。もうピボットテーブルの元、ここはもう作成されたんですが、今度はこの各ボックス、4つのボックスに、このフィールドをマウスのトラッカーのドロップで配置していきます。まずは、この視点フィールド、これをこの行の部分に持っていっていきます。はい。そうすると、行が視点になっていると、この視点の項目が縦に並びます。この行のボックスにフィールド配置すると、そのフィールドの項目は、こうやって縦に並びます。行は縦です。今度は、この視点フィールドを、このフィールドを削除するときは、もう一回ドラッグして、このどこかに持っていけばいいです。ほいっと。これで消えます。で、今度は、視点を、行ではなくて、列に持っていってみます。そうすると、視点の項目が横に並びます。はい。列にフィールドを持っていくと、そのフィールドの項目は横に並びます。列は横です。はい。
行は縦、列は横。これが重要ですね。次にこれ、視点のフィールドを行に持っていた後に、売上のフィールドを値のところに持っていきます。はい。そうすると、行の項目で視点が縦に並んだ後で、それに対応する売上の合計額、集計した金額っていうのが、ここに並んできます。では、視点のフィールドを行じゃなくて、列に持っていきます、今度。はい。そうすると、列に持っていくと、横に並びます。で、それに対応した売上の合計金額、集計した金額が横にやっぱり並びます。はい、じゃあ今度この値からこの合計売上を外して、今度は販売数量、これを値に持ってきます。そうすると、はい、視点が横に並んで、それに対応する販売数量が集計されます。視点を列に持っていくと、まあ、先ほどと同じですね。縦に視点が並んで、対応する販売数量がも縦に並びます。では、この視点を行から外します。はい。で、この販売数量も外して、全部外して、で、売上を値のボックスに配置します。はい。そうすると、合計売上の値だけが出てきます。ここの金額っていうのは、ちょっとカモがないと見づらいんですけど、1億1100万、まあ。全部読み上げないんですけど。ここの金額っていうのは、つまり何にも分類してない、分けてないので、つまりこの販売データの売上の、ここのトータルの金額とイコールになりますね。はい。ここの金額と同じになります。実際同じですね。何も分けてないので。全部の計だけが出てきます。ではまたフィールドの配置を変更していきます。合計の売上、この売上の集計値の値は、ここは、これはこのままです。で、品目のフィールドを行に持ってきます。そうすると、この行が縦に並んで対応する売上が集計されます。で、さらに、列の部分に視点のフィールドを置きます。そうすると、縦に品目が並んだ上で、さらに、横に視点で分かれます。はい。これが、いわゆるクロス集計表ってやつですね。二次元に、この縦と横に展開する表です。では、最後。今まで使ってなかったこのフィルターのボックスですね。ここに年度のフィールドを入れます。そうすると、この年度すべてっていうのが出てきます。これ、今すべてなんですけど、ここのフィルターマーク、これクリックすると、年度の2018年度、2019年度が出てきます。これ2019年度をクリックして OK します。そうすると、先ほど、このすべての状態だと、2018年度、2019年度、すべてのデータが集計されてたんですけども、このフィルター条件を設定することで、2019年度の数字だけが集計されるようになります。もちろんこれ2018年度でフィルターしてやれば、2018年度の値だけ集計されます。戻したければ、すべてに戻せば、はい。これで全部含まれている状態で集計されます。では、2019年度で抽出した状態にしておいて、では、また、フィールドを配置をいじっていきます。この視点のフィールドを、列にあったものを行に持ってきます。行のこの品目の上に持っていきます。視点品目っていう項目、フィールドが行に並んでいます。そうすると、この行項目、この行の項目は縦に並びますね。この縦の並びが、まずは、この視点。視点が分類された上で、神奈川、大阪ですね。神奈川、大阪、東京っていう視点で分類された上で、さらにその下に品目で分類される。っていう集計の仕方になります。これは重要ですね。順番が重要です。視点で分類された後に品目で分類される。このフィールドを順番逆にしてやれば変わりますね、これ。まず品目で分類した上で、さらに視点で分類されるっていう順番に変わります。では、この行項目から視点を一旦外します。次にこの販売数量。この販売数量を今度値のところに持ってきます。この合計売上の上に持っていきます。はい。
そうすると、はい、販売数量と合計金額が横に並びます。なんで横に並ぶのかっていうと、これ、値っていうこのシグママークですね。これがこの列のところにあるからです。列にあるっていうこと、値が列にあるってことは、値が横に並ぶってことですね。列は横に並ぶ。で、この値のシグママーク、これを今度は行に持っていってみます。するとどうなるかっていうと、はい。値が縦に並ぶようになるんですね。こうやって。行は縦に並ぶので。値が行に入っているので、値が縦に並ぶ状態になります。ではまたピボットテーブルを、このフィールドを変更していきます。まあ、販売数量を一旦外します。はい。で、支店を列に持ってきます。はい。するとこういうクロス集計表になります。そしてこの項目の順番を入れ替えることができます。並び替えですね。今はデフォルトだとこの項目の名前で照準相当されています。照準相当って、まあ、あいうえお順になっているってことですね。つまり。これをこのフィルターマーク、行ラベルのフィルターマークでこの照準、この状態になってるんですね、今。照準をしても何も変わらないです。デフォルトがこれなので。逆にこれ、高順を押すと逆ですね。反対に大きい順に並ぶってことですね。はい。まあ、平から始まり、あで終わる。大きい順に並びます、これ。まあ、大きい順って、あいうえお順の逆ですね。はい。で、これ行ラベルだけでなくて、もちろん列ラベルも並べ替えることができます。まあ、漢字だと分かりづらいんですけど、この漢字の音読みで、この並べ替えられてますね。これもデフォルトは照準です。高順にすれば逆になりますね。はい。で、この相当の方法なんですけど、並べ替えの方法なんですけれども、これは今自動で照準、高順でこうやって自動で並べ替えましたけども、全体を。手動で並べ替えることもできます。例えば、カフェモカ、うん、このスペシャリティコーヒーの後ろに持っていきたいっていう場合、この場合はちょっとわかりづらいんですけども、カフェモカのこのセルクリックした状態で、この四角い選択状態になりますけども、この四角のこの枠、この縁にマウスカーソルを持っていくと、この矢印が十字になるタイミングがあるんですね、マウスカーソル。この状態でクリックしてドラッグします。こうやって。すると、はい、ここに置きます。はい、そうすると、カフェモカがスペシャリティコーヒーの後ろに入ります。ちょっと位置がシビアなんですけど。もちろんこれ列でもできます。東京を神奈川の頭に持ってきたいっていう場合は、もう東京をクリックして、この十字に、矢印十字になる状態にマウスカーソルを置いて、で、クリックしてドラッグすると、で、神奈川の左に持ってきます。すると、はい。こうやって一番左の列に東京を持ってくることができます。こうやって手動で変更することもできます。ちょっとフィールドいじりますね。支店をちょっと列から外します。はい。先ほどはこの項目の名前順で相当しました。照準だったり、高順だったりしたんですけれども、今度はこの項目をこの合計売上の金額に応じて相当します。並び替える。そういうこともできます。例えば、合計金額が大きい順に並べたいっていう場合、どうするのかっていうと、この行ラベルのフィルターマークをして、その他の並べ替えオプション。そして、ここで、高順。で、品目じゃなくて合計売上。これを選びます。すると下の方に合計売上キーとして、品目を高順で並べ替えますって書いてあるので、まあ、この通りですね。合計売上をキーにして、品目を高順で並べ替える。すると、はい。合計売上は多い順に、こちらの項目が並び替えられました。っていうこともできます。はい。で、先ほどからこの金額出してるんですけども、この金額、まあ、カンマがないと見づらいですよね、ちょっと。数字が何桁になっているのかよくわからないので、ここに3桁区切りでカンマを入れます。まあ、通常であればこうやって、この部分選択して、このホームタブの、この区切り、桁区切りスタイルですね。これを押せば、こうカンマが入るんですけれども、ピボットテーブルの場合は、できれば、
このフィールドの、この合計売上ですね。この対象になっているフィールドの値フィールドの設定、こちらですね。ここから、この表示形式、これを選んで、そうするとセルの書式設定のウィンドウを開きます。これは普通に、このセルの書式設定開いた時のウィンドウと同じですね。この表示形式のところで、桁区切りのカンマを打つ。はい。こうすると、桁区切りのカンマが打たれました。こんな感じで、この値フィールドの設定から表示形式は変更するようにしてください、なるべく。今こっちから値フィールドの設定変更しましたけども、この数字のところをクリックして、右クリックして値フィールドの設定、こちらでも大丈夫ですね。これでも開きます。ではフィールドの配置を変えていきます。粘土をフィルターじゃなくて今度は列に持ってきます。そうすると粘土が横に並んできます。で、この粘土が横に並んだ上、右の方に送迎が出てきます。もうこれとこれ足したやつですね。2018、2019。でもこうやって粘土の値を出したときに、その2つの粘土の値を足すってことは、まあ、ほぼないと思いますので、この送迎別にいらないんですね。ここの送迎は、下はいりますけど。なので、この、ここの E 列の送迎は消します。送迎右クリックして、送迎の削除。これを押すと送迎を削除することができます。この消した送迎をまた復活させたい場合は、デザインタブの送迎ですね。これを押すと、この行列の集計を行わないとか、両方行列集計を行うとか、行だけ列だけ集計するとかっていうのを選べるんですね。ここで例えば行列の集計を行わないにすると、両方とも送迎が消えます。行列集計を行うにすると、両方送迎出てきます。行のみ集計を行うだと、行、つまり横ですね。横の集計だけ行います。列だと縦だけですね。今回は縦の集計だけされればいい。この粘土の送迎はいらないので、この状態、列だけ集計にしておきます。では、フィールドの配置また変えていきます。視点を、この行項目の品目の上に持ってきます。はい。こういう状態ですね。そうすると、この東京支店名ですね、これ。支店の項目の右側に、小径が表示されます。これは、ここからここまで足したのが、これですね。東京の小径。これ、小径の値がデフォルトで設定されます。この小径の値いらない場合、これ先ほどは右クリックして、送迎の削除ってやったんですけども、まあ、ここに特に出てこないので、なので、この場合は、デザインタブの小径、ここですね、送迎の隣です。ここから小径を表示しないっていうのを選びます。はい。すると、小径が消えます。で、小径をまた復活させたい場合、このすべて このデザインタブ小径の中にすべての小径をグループの末尾に表示するってあります。もしくは先頭に表示する。末尾にすると、この一番下に小径が出てきます。でなくて先頭にすると、まあ最初と同じですね。先頭に小径が出てきます。東京の支店名と同じ行ですね。次です。この項目の中から特定の値だけフィルターで抽出したい場合、そういった場合、もう最初の方はこのフィルターボックスに入れてったんですけども、例えばこの中、このピボットテーブルの形のまま、そうですね、アイスコーヒーだけ抽出したい、ここに表示したいっていう場合、このアイスコーヒーって品目なので、品目をこのフィルターのところに持ってっちゃうと、このピボットテーブルの行項目から品目なくなっちゃうんですよね。フィルターに移動しちゃうので。なので、こういった場合は、ここに項目表示した上で抽出したい場合、さらに。その場合は、このフィルターマークを使います。通常のExcel のオートフィルターと同じですよね。で、ここで品目を選んだ状態で、これ、支店と品目。この行項目に2つ項目があるので、フィールドあるので、こう2つ出てきます。で、品目選んで、で、アイスコーヒーだけチェック入れて、OK。はい。するとアイスコーヒーの値だけがこうやって抽出されます。戻るときは、フィルターやめるときは、
のフィルターボタンから品目からフィルターをクリア、これですね、これを押すと戻ります。もしくはチェックマークをアイスコーヒーだけつけてフィルターしたんですけども、こっちじゃなくてラベルフィルターっていうのも使えます。ラベルフィルターで指定の値に等しい、これ選んで、はい、ラベルフィルターのダイアログが開きます。ここにアイスコーヒーって入れます。で、と等しいですね。これで OK すると、やっぱりアイスコーヒーと等しい値だけ、値品目だけが抽出されます。これ戻しますね。品目からフィルターをクリア、はい、これで戻りました。で、今は条件に一致する場合のみフィルターでやりましたけども、このラベルフィルターを使うと、もうちょっと広い範囲でこうやって条件を選択することができます。例えば品目の中でラテっていう文言が入っている品目だけ抽出したいっていう場合ですね、まあ、この場合でもここにこの検索欄に、フィルターの検索欄にラテって入れれば、ラテっていう文言が出てくるものだけこうチェック入るので、この状態で OK すればこれでも抽出できます。これでもできますし、この強ラベルのフィルターマークからラベルフィルターで指定の値を含む、これでラテで入れても、はい、ラテを含むデータで抽出することができます。逆にラベルフィルターでラテを含まないっていうのもできますね。はい、これでラテを抜いた品目だけが、ラテを含まない品目だけが抽出されます。ではフィールドの値をまた変えていきます。粘土、列に配置されている粘土のフィールドをフィルターに持ってきます。で、支点、この支点フィールドを列に持ってきます。で、この粘土のフィルターは2019を選択しますね。2019粘土で、さっきは行ラベルでフィルターしましたけども、もちろん列ラベルでもこんなことできます。列ラベルの方にもこのフィルターマークあるので、これでまあ東京だけにするってこともできます。ではまたフィールド入れ替えていきます。この列に配置している支点のフィールドを一旦外します。今はこの項目名でフィルターをかけたんですけども、ラテを含むだとかアイスコーヒーだとかっていう項目の名前でフィルターをかけましたが、今度はこの値で、合計売上の値でフィルターをかけるということもできます。例えばこの値が600万を超えた、この売上が600万を超えた品目だけ抽出したいっていう場合、そういった場合はこのフィルターマークの値フィルターを使います。値フィルターで指定の値以上、ここに600万、合計売上が600万以上ですね。で、OK すると、はい、合計売上が600万以上の品目だけを抽出することができます。600万以上って今金額を具体的に直打ちしたんですけども、例えば上位3位、売上が多い上位3つの品目だけを表示するっていうこともできます。それはこのフィルターマーク、値フィルターでこのトップ10っていうのを使います。トップ10って名前ですけども、別に10個って決まってないです。合計売上の上位10じゃなくて、ここを3にすればトップ3になりますね。で、OK。すると、はい。合計売上が多いトップ3がこうやって抽出することができます。フィールドの入れ替えをしていきます。まずは、支点フィールドを、これを行項目、品目の上に持っていきます。はい。そして、今度は日付。このフィールドをこの列のところに持ってきます。はい。そうすると、日付を持ってきたんですけど、日付がこの2019年、2020年っていう風にグループ化されてしまうんですね、自動で。ここのグループ化は、人によって Excel のバージョンだったり、Excel の設定だったりによってどういうグループ化されたりとかっていうのが変わってきたりするんですけども、こういうグループ化されてしまいます。されない場合もあるんですけども、もしこれ、グループ化したくない。本当であれば、ここに日付を列に持ってきたので、
販売データの日付ってこれですね、日ごとに4月1日、4月2日、4月3日っていう風に日別のデータになってるので、ここも4月1日、4月2日、4月3日ってどんどんこの日別に横に並んでいくはずなんですね。それがもう自動でグループ化されてしまってます。このグループ化をやめたい場合は右クリックしてグループ化解除をします。そうすると、はい、年でグループ化されてた日付データが全部展開されます。こうやって横に。今度このグループ化、やっぱりグループ化したいといった場合は、まあ、同じく右クリックしてグループ化解除からこのグループ化を押します。そして、まあ、どういう単位でグループ化しますかっていうのを選びます。じゃあ月でグループ化したい、月を選択した状態で OK をしますと、このように月でグループ化します。で、この月のグループ化なんですけれども、並び順が1月始まり12月終わりになります。ただですね、これ1月とは言いますけど、ここの 1,2,3月は2020年 1,2,3月です。4月は2019年4月から12月です。そういう年の表示っていうのを全然考慮せずに月の文言だけで照準相当されています。今この年の情報ってグループ化しちゃうとなくなりますから、もしこれ3月期決算の会社であれば4月始まりで3月終わりになってほしいんですよね。なので、まあ、その場合は今これデフォルトの照準相当になってるので1月から12月になってるんですけども、まあ、手動でこの3つのセルクリックして、まあ、3つのセルをこうシフト押しながら矢印キーで選択して、まあ、さっきやりましたね、このカーソルが矢印十字になるタイミング、この状態にしてこう、はい、この状態でクリックでドラッグします。右端に、はい、ここに持ってきます。すると12月の隣に1、2、3月が配置される。こうやって手動で変更することもできます。ただこれ照準相当に設定戻すとやっぱり戻っちゃうんですね。まあ、他のやり方としてはグループ化を、もう一回グループ化をします。ここで月だけじゃなくて年と月両方ともグループ化してあげます。で OK すると、はい、別項目がまず年で分けられた、で年で分けた上でさらに月で分けるっていう順番で分けられますので、2019年の中で4月から12月に分かれて、2020年の中で1月から3月に分けられる。ちょっとこの年の集計はちょっといらないので、この小計削除しますね。こうすれば4月始まり3月終わりの並び順に、この状態であれば照準相としても全く問題なく4月始まりで月の並びを列に持ってくることができます。はい、では次グループ化、もう一つグループ化に、もう一個この四半期っていうのがあるんですね。四半期のグループ化してみます。はい、第1四半期、第2四半期、第4四半期、第3四半期、第4四半期ってなってますけども、これもよく見てみるとグループ化で月出していますね。四半期月にしてみます。はい。で、ちょっと小計いらないので、小計は右クリック。で、このチェック、小計のチェックマークを外します。そうやってみると、この第1四半期は1、2、3月。第2四半期は4、5、6月ってなってるんですね。まあ、さっきと同じですけど、3月期決算の場合は、この4、5、6月が第1四半期になってほしいんですね。なんですけど、そういうのは一切考慮せずに1月から12月までで四半期を区切られるものがここに第1四半期、第2四半期、四半期としてグループ化されちゃいます。なのでこの四半期の情報をグループ化でくっつける場合はちょっと注意が必要ですね。で、もしこの四半期情報をこのなんとかピボットテーブルの中でちゃんと4、5、6月を第1四半期にしたいっていうのであれば、まあ、方法はあります。この第4四半期、ここクリックして、この値を、第4四半期ってなってるものを、
まず0、第0四半期に変更します。これ一時的にですね。で、次に、第1四半期ってなってる部分、これを、第4四半期にします。これ今ダブルクリックすると、この展開が縮まったり展開したりしちゃうので、F2 キーを押して編集モードにしました。次、この第2四半期を、4、5、6月を第1四半期にします。次、7、8、9月を第2四半期にします。で、最後に、一番最初に第0四半期にした0を第3四半期にします。この状態で、四半期、この項目四半期ですね、四半期を照準相当してあげます。すると、第1、第2、第3、第4四半期ってが最初に並んで、その中で、今さっき変更したので、4、5、6が第四半期。7、8、9が第二四半期。みたいな感じで、ちゃんと、四半期区分が変わってくれます。で、やることもできますね。ただ、この方法を注意してもらいたいのは、今変更した、このグループ化の四半期情報を手で修正したんですけど、この修正っていうのは、一旦これ、グループ化解除しますね。日付の。はい。解除しました。で、もう一回グループ化します。四半期と月。OK。すると、はい、また第四半期1、2、3月に戻っちゃうんですね。さっきの修正の仕方、四半期区分の修正の仕方だと、グループ化一旦解除して戻ると、またリセットされちゃうので、その点については注意が必要です。このピボットテーブルの方でなくて、まあ、できればこの販売データの方に、四半期の区分をここに1で追加してあげて、ここに第一半期とか、第二半期とか入れてあげて、それをピボットテーブルで集計して、このフィールドに四半期っていう区分を入れてあげるのがまあいいかなとは思いますね、本来であれば。では、このフィールドの設定をまた変えていきます。この日付情報は列から抜いて、今度は年度、この今フィルターの方に年度入ったんですけども、年度を列項目に持っていきます。で、ここからは、このピボットテーブルの値とか集計の方法がどうたらっていうよりも、ピボットテーブルの見た目、デザインですね。そういったものを変更する方法について解説していきます。まず、この今のこのレイアウト、ピボットテーブルのレイアウトですけども、このデザインタブのレポートのレイアウト、ここで言うところのコンパクト形式っていうものになります、これは。今このレイアウトがコンパクト形式です。これをアウトライン形式っていうのにしてみます。はい。これがアウトライン形式です。何が変わったか。コンパクト。アウトライン。コンパクト。アウトライン。っていう感じですね。で、何が変わっているのかっていうと、コンパクト形式は行項目に複数のフィールドがあった場合でも、この列が B 列に1個に収まるんですね。一列に収まります。それに比べて、アウトラインの場合は、行項目に2つのフィールドがあった場合は、各フィールド1列が割り振られます。この、視点の情報が B 列。品目の情報が C 列。まあ、こんな感じで、ちょっとこれ、列縮めた方が見やすいですね。こういう感じですね。はい。視点が B 列。品目が C 列っていう風に各項目1列で割り振られるのがアウトライン形式です。これが1列にギュッと縮まるのがコンパクト形式ですね。で、もう一つレイアウトあります。表形式っていうのがあります。表形式はどうなるかっていうと、はい。こちらはまあそんなに変わんないんですけども、これがアウトライン表。アウトライン表。アウトライン表ですね。このアウトラインの場合は、一つ上の階層の、この場合では視点ですね。視点の項目の上がこうやって空欄になって抜けてるんですけれども、これ表形式になると、一個上の階層、この場合で言うと行項目の視点ですね。この視点の横が、まあ、一行空いたりしないで、そのまま次の品目項目がすぐ始まってきます。で、集計、まあ、小計ですね、視点の。
性の承継は一番下に出てきます。っていうのが表形式のレイアウトですね。では一旦レイアウトはアウトライン形式にしておきます。で次、レイアウトの変更で、ここにアイテムのラベルを繰り返すとか繰り返さないっていうのがあるんですね。今この状態は繰り返さないです。これを繰り返すにしてみます。すると、はい。視点名が全部下まで埋まります。こうやって。これがラベルを繰り返すってやつですね。デフォルトだとこの繰り返さない設定になって、まあ、この下は東京っていうのがもう分かりきってるので省略されちゃうんですけども、値なしで。なんですけど、このラベルを繰り返すっていうレイアウトも設定にしてあげると、省略しないで全部この A と B 列、この B 列には視点が全部埋まることになります。まあ見やすさで言ったらこっちの方が見やすいですけどね。ではレイアウトはコンパクト形式に戻しておきます。では次です。今度はこのデザインタブのこのスタイルですね。スタイルっていうのはこれ色の設定のことです。色が変わるだけですね。ここの矢印を下矢印ですね。これをクリックするとこんな感じで色のパターンがこんな様々出てきます。これが一番左上。これが一番基本のもう一番シンプルなレイアウトっていうかスタイルですね。色のスタイル何にもなしです。色なし。で、こんな感じでちょっと罫線の色が変わるだけのもあれば、こういうなんかこう、どぎつい色になるようなものもあります。これは本当に色が変わるだけですので、お好みですね。お好みです。私はいつも好みでこれ使ってますね。これとかこれとか。この緑とか、青とか。これは結構なんか見やすいのでシンプルで。はい。本当に色を変えるだけです、これは。で次ですね。今度、ピボットテーブルのデータを、元データが更新された場合、変更された、まあ、追加された場合ですね。その場合に、このピボットテーブルのデータをどうやって更新するのかについて話していきます。ピボットテーブルの元データはこの販売データ、これですね。2018年度、2019年度の販売データがここに入ってます。ここに、右側の方に、追加用のデータがあるんですけども、2020年度のデータあります。これをコピーして、この下に、販売データの下にくっつけます。はい。2020年度が追加になりました。追加になりました。はい。ではデータ追加になったので、ピボットテーブルを更新してみますね。ピボットテーブルを更新するためには、ピボットテーブルのどこか選択した状態で右クリックして、この更新ボタンを押す。それか、データタブで、この全ての更新を押す。か、ピボットテーブル分析で更新ボタンを押す。まあ、どれかですね。私はいつもこの全て更新をしてます。まあ、ピボットテーブル分析の、こっちの全て更新でもいいんですけども、まあ、どっちでも同じですね。この普通の、こっちの更新と全て更新何が違うのかっていうと、ピボットテーブルが今一つだからどっちをしても同じなんですけども、ピボットテーブルが何個もあった場合、このファイルの中に、このExcel Bookの中にこっちにもピボットテーブルあって、こっちの別のシートにもピボットテーブルがある。といった場合は、こっちで更新かけてしまうと、このピボットテーブルだけが更新されます。それに比べて、このすべての更新を行うと、全部のピボットテーブルのデータが更新されます。更新漏れがあると怖いので、私はこのすべての更新をよく使いますね。基本的にはすべての更新を使ってます。コントロールオールと F5 っていうショートカットキーも設定されてますね。はい。では先ほどこの販売データ追加したので、データを更新してみます。データはすべて更新。はい。更新しました。何回か押してみますね。変わんないですね。2020年度のデータが入ったので、ここに E 列に2020が出てこないとおかしいんですけど、変わらないです。なんでかっていうと、このピボットテーブルは、ここからここ、この範囲のデータを集計するっていう設定がされているので、こっから下は集計されないです。何も変更しないと。何度更新しても、こっからここまでしか集計されません。なので、ピボットテーブルの集計範囲を変更してあげないといけないです。下まで伸ばしてあげないといけないんですね。
そのためには、このピボットテーブルの、ピボットテーブル分析のタブに、このデータソースの変更っていうボタンがあります。これを押すと、このピボットテーブルのデータソースがここですよっていうのが、今現在設定されている範囲はここですっていうのがわかります。で、これを、もう一回再設定してあげます。こっからここじゃなくって、この表全体ですね。まあ、どこかクリックして、コントロール A を押します。すると、コントロール A を押すと、上から下まで全部また再度範囲が選択され直します。この状態で OK をします。すると、はい。ちゃんと2020年度の列が追加されました。これで、この一番上から下まで、全部含まれた状態で販売データが、ここ、ピボットテーブルで集計されるようになりました。はい。では、ピボットテーブルのその他の機能についてなんですけれども、例えばですね、ピボットテーブルの、これにしますか。2018年度の、このキャラメルラテ。キャラメルラテの187万7200円。この数字っていうのが、販売データの何を集計しているものなのかっていうのを知りたいとき。この数値を構成する明細が知りたいときですね。そういうときは、この数字をダブルクリックします。この値フィールドの数字をダブルクリックすると、はい、こんな感じで、新しいシートがこうやって一つ追加されて、このシートの中に、さっきの数字の明細がこうやって表示されるようになります。この売上の金額、これ全部選択すると、はい、合計が187万7200円。っていう感じで、まあ、この数字と合いますね。こういった感じで、このピボットテーブルの値の数字を構成する明細は何かっていうのはダブルクリックしてあげればすぐにこうやってわかるようになってます。では、次にですね、今度は一つこう演習問題をやってみます。ここに内容を書いてますね。元データはこの販売データ、さっきと同じものです。これを使って、2019年度の東京支店の品目別の販売数量と売上をまず知りたい。で、それを、しかも月別推移を確認したい。それ新規ワークシート、演習回答っていうワークシート作って、そこにピボットテーブル作る。まあ、さらにですね、しかもなお、品目は売上のトップ5のみを表示して、通期売上の大きい順に品目を並べる。高順相当してくださいってことですね。で、これ完成イメージです。こういうピボットテーブルを作ってみます、これから。はい。では、この新規ワークシート、演習回答ですね。っていうワークシート名を新規ワークシート作って、そこにピボットテーブル作っていきます。まずは、はい。この、販売データの、この表のどこかをクリックして、挿入タブで、ピボットテーブル。選んで、新規ワークシートですね。で、OK。はい、すると、新規ワークシートが開いて、ピボットテーブルが作られました。で、シート名に、この、演習回答ですね。で、入れていきます。シート名、演習回答。では、ピボットテーブルの、この、各フィールドを、ここに配置していきます。まずは、2019年度の東京支店。もうこれ決まってるので、はい。まあ、こんな感じでフィルターしていきます。年度と支店ですね。をフィルターに入れます。で、年度は、2019年度。で、支店は、東京支店。はい。次。東京支店の品目別の販売数量と売上。品目別の販売数量と売上。品目を縦に並べてるわけですね。品目をこの行項目縦に並べます。で、販売数量と売上。これ値ですね。販売数量と売上。はい。で、この値のシグママークですね。これが列に来てるので、値が横に並んでます。列は横なので。なんですけど、この横には、
月別推移を列でこうやって並べないといけないので、値はこう縦に並べたいんですね。なので、このシグママークの値をこの列じゃなくて、行、この品目の下に持ってきます。すると、行なので値が縦に並びます。で、次に月別推移をこの列で推移を確認したいって言ってるので、日付を列ですね。はい。で、この四半期ってなってます。なんかさっきの設定がもうそのまま生きてますけども、四半期はいらないです。なので、一旦グループからちょっと解除してみますね。そうすると、日別にデータが展開されます。もう。で、これ、やっぱりグループ化を、今度は月。月別の推移を見たいって言ってるので、月にします。ただ、月にすると、この会社は4月始まり3月終わりの3月決算の会社なので、4月から始まって3月で終わってほしいんですね。なので、月だけじゃなくてグループ化で年も入れてあげます。すると、年で分かれた上で、さらに月で分かれる。もうそれぞれで相当され、標準相当されますので、ちゃんと4月始まり3月終わりになります。承継はいらないので、右クリックして、この年の承継のチェックを外して消します。はい。で、あとは、このなおの部分ですね。品目は売上トップ5のみを表示。なので、品目。この品目を、売上トップ5なので、値フィルターで、トップ10。これで販売数量じゃないですね。売上トップ10。売上の上位トップ10じゃなくて上位5個です。品目。5項目のみを表示。はい。通期売上ここですね。この売上が多い順に5個が抽出されました。で、さらに大きい順に品目を並べる。さらに並べ替えですね。品目を売上の大きい順に並び替える。なので、その他の並べ替えオプション。で、高順、大きい順なので高順ですね。で、品目じゃなくて、合計売上の大きい順です。で、OK。すると、はい。合計売上の大きい順に、こうやって品目が並べ替えられました。で最後に、数字にカンマを打ってあげますね。こうやって選択して、このボタンを押しても、桁区切りのカンマはつきますけども、一応今回は基本に忠実に、右クリックして、値フィールドの設定。これで販売数量の方ですね。販売数量の値フィールドの設定。で、表示形式。で、数字で、桁区切り。チェック入れて OK。OK。で、売上の方も右クリック、値フィールドの設定、表示形式、数値、桁区切りにチェック。入れて OK。OK。これで数字にカンマつきました。これで、この完成イメージと同じものができたと思います。はい。これで完成ですね。演習終了です。これで今回の動画で解説するピボットテーブルの基礎に関する内容は終了になります。お疲れ様でした。こちらの動画が役に立った、ためになったという場合は、ぜひチャンネル登録横のベルマーク、高評価、コメントをお願いします。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。